寝ております。かなたくんかわいいですね。半目ですね。いやー、かなたくんはね、寝相が悪いらしいです。半目です寝顔が一番可愛いんやけど。可愛いなあ、ほんまなあ。可愛い。半目やし、半目がいいんかもしれん。可愛い。はい、かなたくんがですね、こうなっております万歳。これ私の寝方じゃない、うん、なあ、私の寝方と一緒やでこれだから今日朝起きた時に2人が並んでその寝方が、ああ、私が朝起きた時にこう一緒に並んでこう同じポーズで寝てるんやね。可能性ね、もう上はそうなってる可能性。お腹が伸びはい、今日はかなたくんの横で寝ます。いいやろう、視聴者の皆さん、いいやろう。ママここママはかなたの横で寝るからね。いいやろう。俺がここママの横の手やったのに。おい、ルナちゃんは起きてる時が一番可愛いですね。ママ、ルナさんどうするんじゃないのめっちゃ笑うやん。この声いいんやろな。な可愛いな。いや、それ好きなんやわ。寝顔パトロール。はい、目開いてまーす。口もちょっと開いてまーす。こっちは寝てる。起きてる。あ、起きてる。待って。なんか大丈夫、ズームする。はい、目開いてますね。目開いてます。はい。目開いてる、ちょっと見てんじゃん。目開いてまーす。そっくり。寝とったらそっくり。ただいま帰ってきました。というわけでですね、子供たちの寝顔パトロール含め帰宅後のナイトルーティーンを紹介していきたいと思います。はあ、これだけの荷物と7個こう上に連れてきたっていう。で、今から怒涛のね、りゅうちゃんの荷物運びが始まるっていう。で、第1の事件です。旅行から家に帰ると大体2、3個事件が起こるんですけど、第1の事件です。猫ちゃんが下坊を履いてます。第2の事件です。レイチェルの小屋がバラバラ殺人事件にさせられてます。はい。めっちゃでかい穴開いてます。くっそ。冷蔵庫開けとって大正解。これ何度入れるか。バッチリ氷結をいただきます。あれ、りゅうちゃんやったな。氷結をいただきながらお薬を飲みたいと思います。あと私がやることは、猫のケージ買うのと、顔を落とすのと、お風呂は明日にするとして、旅行でね、撮ってきた動画をパソコンにまとめて入れて、あとは携帯のフォルダのデータを処理して、歯磨いて寝る。携帯のね、インスタグラムに写真をアップしたりとかは寝ながらでもできるし、まったりやっていきたいと思います。データ移動がですね、めちゃくちゃ時間がかかりそうなんで、諦めて明日にしたいと思います。お留守番をしていた猫ちゃんたち、寂しがってます。みーちゃんみーちゃんみーちゃん。レイチェルちゃんとカートくんはペットショップの方で預かっていただいてるんで、明日朝送ってくださるのでね、明日の朝帰ってきます。お前鼻赤いぞ、大丈夫か。じゃあ子供たちの寝顔パトロール行ってみましょう。疲れたよ。おやすみね。ゆっくり寝よう。僕待っとったんね。賢いね。賢いね。よかったね。お疲れ様でした。私も寝たいと思います。猫ちゃんと一緒に。